今日は、ちょっとカマノスケを連れて庭に、出たいと思います。おお、お、おお、捕まえたけどー。いた、いたーい、指にカマが刺さってるってー。うーしー、うーしー、聞いたーのー。早く結婚相手のオスカマキリを見つけないとなー。スローで見るとわかりますが、手も器用に使って口に押し込んでいきます。ここに小さい坊やが一個できました。かわいいですねー。みーかーんの花が、咲いてないー。しんせいきさーん。何やってたのー？そこで私の方を見てたの？気づかなかったよー。そんな奇跡みたいなこと、起きるのでしょうか？こんにちは、おたま日記です。今日は、ちょっとカマノスケを連れて庭に、出たいと思います。ほらー、カマノスケー、外だよー。空気が美味しいでしょ。カマノスケは、赤ちゃんから育てているオオカマキリの、メスです。メスなのにカマノスケ？と思う方もいると思いますが、オスメスがわからない赤ちゃんの、時に名付け、現在に至っています。ところで、外に出しちゃって逃げないの？と思いますか？大丈夫です。オスのカマキリは身軽でよく飛びますが、カマノスケはメスなので飛ぶことはありません。カマノスケー。そういえば、このピーマンににはカマちゃんいたんだけどな。いないよね。どこかに行ったのかなー。この日はカマノスケに注意が行っていたので、にはカマちゃんに気づきませんでしたが、編集しながらよく見たら、どうです？一瞬でしたが、気づきましたか？スローでもう一度見てください。この奥に、あ、ああ、いるー、ここにいるじゃーん。これは明らかに、にわかまちゃんですね。いやー、こんなところにいたのか、気づかなかったよー。さて、この唐辛子には、このようにたくさんカメムシがいます。ちょっとカマノスケにあげたいなぁ。一匹捕まえましたので、カマノスケに見せてみます。お、あら、下に落ちちゃった。逃げちゃったねー。カーマーノースーケー。これはモロヘイヤだよ。ネバネバで結構美味しい野菜なんだよ。え？カマノスケは野菜は食べないから興味ないって？はは、そうだよねー。でも、こういう美味しい野菜のそばにはカマノスケが、好きな虫がいるんだよ。じゃあ、捕まえてきてって？仕方ないなぁ。ちょっとこのナスの上で待っててくれる？この辺にはバッタが多いんだけどな。今日に限って、いないな。それにしても蚊がすごい。あれ？あれれ？っていうかカマノスケのすぐ目の、前に一匹おんぶバッタいたじゃーん。捕まえます。おお、よし、捕まりました。ほらー、カマノスケー、言ったでしょ。この辺バッタ多いんだからー。じゃあ、カマノスケにあげましょう。ほらー、食べてごらーん。おお、お、おお、捕まえたけどー。いた、いたーい、指にカマが刺さってるってー。ちょっとー、ちょっとー、これを見てください。バッチリカマの跡がついています。いやー、かなり痛かったぞー。カマノスケー。ねえ、カマノスケー。まったくもー。人の手の上で平気な顔で食べているね。強く引っ張るとカマノスケの、カマが折れちゃうかと思って、無理に外すのもできないから大変だったよ。食べ終わるのにかなり時間がかかりますし、蚊に襲われましたので帰ってきました。カマノスケー。カマノスケはバッタに夢中だねー。もう、痛かったぞー。あ、ああ、牛ー、また牛いる、来てるじゃーん。こちらが、庭を通りすがる野良猫の一覧です。牛は、そのうち毛並みが白黒の白黒族に、属する野良猫です。牛ー、聞いたーのー。あら、後ずさり、
下がるのー。うっしー。ねえ、こっちの方を気にしてはいるんだけどなー。だけど近寄ると数メートル後ずさりするのよねー。ねえ、あら、ほらね、止まるでしょ。完全には逃げないんだよねー。もっと近づくよー。お、どうかな？ほらー、ほらほらー。うーしー。うん？手を出したらちょっとびっくりした。でもこっちの方を気にしています。うーしー。結構近くまで寄っても逃げなくなったね。少しずる慣れてきた？もうちょっとで仲良くなれそうなんだけどなー。うーしー。もうちょっとだねー。頭なでなでさせてよねー。さて、さらにカマノスケの餌を捕獲してきました。おんぶバッタたち、ごめんよ。カマノスケは今たくさん餌が、必要なんだよー。あ、口をもぐもぐしてる。ちょうどさっきのおんぶバッタを、食べ終わるところです。おー、すごいタイミングだね。それじゃ、もう一匹もあげます。ほらー、カマノスケー。おお、すごい、捕らえたー。やっぱりすごい食欲です。すごいなー。タイムラプスで見ていきましょう。うん、時計を気にしているね。あれ？時計を見つめて食べようとしません。そんなに気になる？もう数分経っていますが動きません。おーい。お、食べ始めました。その後、約40分かけてカマノスケはおんぶバッタを平らげました。美味しかったねー。おんぶバッタにも感謝です。ありがとう。カマノスケー、今日もたくさん食べたね。かわいいですねー。カマノスケのお腹はどんどん大きくなっています。早く結婚相手のオスカマキリを見つけないとなー。でも、なかなかオスカマキリはいません。カマキリは鳴かない昆虫で、基本的には草などに紛れているので、見つけるのは難しいです。カマノスケー。頑張ってオスカマキリ探しているからねー。待っててよねー。家の中でカニ襲われました。なんとか仕留めました。危なかったなー。これはピョンをたまに仇を取ってもらいましょう。濡らした指の先に顔、つけてみせてみましょう。ほらー、ぴょーんおーたまー。あ、あー食べたー。ちょっと、スロー撮影機能を使ったので、これをスローで見てみましょう。うわーすごーい。こんな風鳥餅のように舌を貼り付けて食べているんですね。次は、このシジミチョウです。では見せてみます。おおー、すごい、バクバク食べています。スローで見るとわかりますが、手も器用に使って口に押し込んでいきます。よし、食べました。すごいねー。ぴょんおたまー。9月5日になりました。これ、生ゴミ堆肥に含まれていた種から芽を出したゴーヤです。ここに小さいゴーヤが1個できました。かわいいですねー。お、ゴーヤの花にシジミチョウが止まっています。このように昆虫が蜜を吸うことによって花粉がめしべにつき、実ができるのです。お、おお、ここにカマキリがいます。これは、ハラビロカマキリかな？よく見ると餌を食べていますね。羽が生え揃っているので、これで成虫ですね。でも、カマノスケと比べると二回りくらい小さいです。いやー、ハラビロカマキリも可愛いですねー。うん？あれ？あ、そのピーマンに、いるー。ニワカマちゃんがいるー。ニーワカーマちゃーん。ニワカマちゃんはカマノスケと、同じ、オオカマキリです。こうやって比べると大きさの違いがわかりますね。おっと、近づけたら危険なので、ハラビロちゃんはこちらのモロヘイヤの上に置いておきましょうね。それにしても、ニワカマちゃん、ずっとこのピーマンと唐辛子のところにいてくれているね。昨日は、気づかなかったよー。
ピーマンと唐辛子を害虫から守ってくれるニワカマちゃん、頼もしいです。これからもよろしくねー。みーかーんの花が、咲いてない。だって、もうみーが黄色くなり始めているから。花が咲く前から時々紹介しているみかんの木です。どうです?だんだんと実の色が変わってきました。いいですねー。もうちょっとで食べ頃ですね。楽しみですねー。ちょっと雑木林エリアに足を踏み入れましょう。この時期、ここには大量の蚊がいますので、長期滞在はできません。ここにあるのは山椒の木です。お、実が成熟して弾けていますね。中の種が出てきています。この黒いのが山椒の種ですね。ちょっと取り出してみます。これが種です。ちょっとかじってみます。お、ジャリッとした噛み応えです。そして、山椒のピリッとした辛味と、香りが口の中に広がりますね。およ?その木の上、よく見たら鳥の巣がありますね。ちょっとはしごをかけて登り、中の様子を覗いてみましょう。よいしょ、よいしょっと。卵とかなんかあるかなー。ちょっと覗かせてねー。お、あ、あらー。誰もいませんね。モースだった後かな?それにしても、いろんなものを集めて巣を作ったんだなー。木の繊維や、ビニールの繊維みたいなものも使っていますね。この枯れ木にはキノコが生えています。このようにキノコが生えることで、硬い木も分解され、そして、朽ち木を食べる生き物が食べやすくなります。お、もう手でボロボロ崩れるほど柔らかくなっていますね。こうやって、木の枝は生き物たちの食べ物になり、土に還り、その栄養分がまた次の植物を育てます。この、自然界に備わっている、完全なリサイクルシステム、本当にすごいと思います。うん?雑木林エリアで何か動きました。あれ?あ、ああ、親戚さん、シーンセイキさーん。親戚さんは、庭を通りすがる野良猫のうち、毛並みが茶色の茶族に属する野良猫です。シーンセイキさーん。何やってたのー?そこで私の方を見てたの?気づかなかったよー。以前の動画をご覧いただくとわかると思いますが、親戚さんには子猫がいます。約3ヶ月前の6月から7月にかけて、子猫を連れて歩いていました。でも、最近は子猫の姿も声も全く感じられません。親戚さんは一人で庭を通りすがります。シーンセイキさーん。子猫どこ行ったのかなー?もしかすると、誰かに保護されたのかもしれませんね。親戚さん、子猫と会えなくて寂しいかもしれないけど、きっと元気にしているよね。ねえ。それじゃ、ここ蚊が多いから、もう行くね。バイバイ。また顔を見せてねー。バイバーイ。9月6日になりました。さて、現在の家庭菜園の様子を少しだけ紹介したいと思います。ピーマンは順調です。2株から何十個も収穫できました。予想以上に取れて嬉しいですね。唐辛子は先日大半を収穫しましたが、さらに新しくできています。これはしばらく置いておき、赤くなるまで待とうかと思います。こちらは3月の映像ですが、このように、スーパーで買ってきた、お勤め品の生姜のかけらを、お遊びで埋めておいたものです。途中で片方がヨトウムシにかじられてしまいましたが、一応それなりに伸びています。こちらはナスですね。ナスはそろそろなり疲れしてきたかな。ちょっと実のなるスピード、大きさもピークを過ぎたようですね。この辺は、以前、トマトを植えていたところです。先日生ゴミ堆肥を埋め、熟成させています。そろそろ、土はいい感じになっていると思うので、秋野菜を植えようかと思います。何を植えたらいいかなー。この、角のところも掘り起こして土作りをしておきました。今後、またこの辺の様子もご紹介したいと思います。こちら、去年育てていた鎌太郎が産んだ、
鎌太郎ジュニアの卵です。去年の11月、鎌太郎が産んだものです。通常春に孵化しますが、まだ卵のままです。カマキリの卵は、秋に産みつけられ、卵の状態で冬を越して、春に孵化して幼虫になります。つまり、もう孵化することはないか、仮に孵化してもこれからすぐに冬を迎えてしまうので、生きていられません。でも、噂では、卵のままで2年過ごし、2回目の春で孵化することもある、というのですが、本当でしょうか？そんな奇跡みたいなこと、起きるのでしょうか？鎌太郎ジュニア。次回予告です。いるー、また来てるー。シーン聖域さーん。あれ？この古い物置の上には。今度はあの子ー、あの子じゃーん。彼岸花の花が咲きそうです。そうかー。もうそんな季節かー。ニラの花も、じっくり見るととても綺麗です。可愛くて可憐です。ゴーヤがすごいです。豊作ですねー。ほらー。釜之助ー。うわー。それでは、今日の動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。